アナザースカイのテンションで喋らへん。どんなものよりも思い出には叶わないから。んなんだこの空気は。いやいや、リオの玉もらって嫌がる女の子いないんですよ。ロマンチックですね。さあ始まりました、恋ラボ。本日の MC を担当します大倉志門です。ハッピーハッピーお願いします。はい、サブ MC のゆきぽよです。ハッピーハッピー、イエーイ、お願いします。はい、今回もですね、モテデートプレゼン対決という企画で、これから登場する恋愛スペシャリストの方々に、うん、女性にモテる必殺のデートプランをプレゼンしていただくんですが、はい、今回は私が出すデートのお題にそれぞれ皆さんにお答えしていただこうと思うんですよ。はい、なるほど。今回からは、はい、シモン君にも、俺もですか。はい、加わっていただいて。前回までの3回俺やいのやいの言いながら、はい、ここで発表するのむっちゃ恥ずかしいねんけど。はい、でしかもすっごい3人個性強いですから。個性強いよ。その中でシモン君にも戦っていただいて、はい、結構言うてたからね、さっき俺にね。やばいって。うん、やっぱり。でもなんか俺って、俺だけ世間的になんかリアルじゃない、これ言うて。ああ、ね、こういうのやってんだなっていう。想像しやすいよね。はい、うん、相手の顔も出てくるやろうし。出てきた。なんか不利やわ、俺だけこれ。半抜きはさっきボコボコにされてたけど、ボコボコにされて最後ね。実際デートした女性がいたからね、そこに。やばい、よう来れましたね、今くん。何まだいましたね、よく。もうメンタル強いからね。厄介なやつだ。何度でも立ち上がる。早速、一つ目のテーマに行こうと思います。はい、明日、急遽デートに行くことに。はい、どこに行く？1日。1日です。明日急遽デート1日、はいはい、明日急遽1日。まあ半抜きみたいにすぐ返してもいいし夜まで遊んでもいいし、はいはい、なるほどね。はい、あの 2,3 時間パック言ってた人やからね。そう、 2,3 時間パック、 2,3 時間パックよ、初デートはね。はい、うん、自分のことばっかしゃべる。なるほど、明日急遽デートに行くとこ。そう、明日急遽1日で。1日で。え、これそのなんか細かい設定みたいなのあるんですか？ね、さっきみたいに初デートとかではなく。あ、もう初デートではないことにしましょう。付き合ってて、ってことですよね。はい、付き合っててってことかな。どっちがいいかな、付き合ってるか付き合う前の。あ、そこ大事ですね。急に休み、ね、急に休みできて、はい、そう、急に休みできたんだけど、 あ、私もみたいなところですね。はい、じゃあもう付き合う前の。 OK、 最高、楽しいところ。はいはいはい、はい、付き合う前の楽しい、はい、早くないシモン君、もう書き始めてます。いや、これは、これはだってもう全部多分経験談じゃないと。そうね、家帰って誰のことって言われるの分かってるから。怖いからね。もう大体もう今までの経験をね頼りに書いたらいいから、はい、そうしましょう。じゃあ一番スラスラいけるかも。はい、お、じゃあ皆さん準備はいいですか？まずは一人目、加瀬部さんからお願いします。はい、はい、僕は、はい、こちら彼女の登下校のコースデートです。おー、はい、いい、これいいかも。なんかもう良さそう、楽しそう。これやっぱ付き合う前にやっぱいっぱい知りたいので、うん、こうなんていうんですかね、この彼女がこの学校でこのバス使ってでこうやって学校行ってたんだ、うん、そしたら あそこにあったマックがなくなってるとか、あるやろ、学校帰りこの公園でいつもみんなと喋ってたんだよね、うん、とかなんかそういうのを知ってなんかいろいろ話したいですね。これだったら全然急遽もできますし、うん、ほんでやっぱ今までどんな人と帰った道よりも僕と帰った下校コースが一番楽しかったって言ってほしい。さすがです。なんか加瀬さん何々してほしい多くないですか？なんかなんかあれしてほしい、これしてほしい多いっすよ、うん、いっぱいするから。これいいですよね、はい、女の子も自分のことを喋りたいけど、はい、なかなかきっかけないけど、うん、この登下校コースだったら、はい、絶えないじゃないですか。そうですね、思い出としてね、うん、なんかこれマジで思うんが、うん、俺も地元にそれこそ恋人とか友達が来た時に小学校の横とか車で通ったらなぜか言っちゃう。 あ、ここら小学校、小学校、小学校、言っちゃう、はいはい、言っちゃう、聞いて、歩いて、聞いてもないのにね、あれ言いたい人間の気持ちって何なの、何なんですか。しかも今すごい大倉さんもすごい笑顔になってたんですよ。いや、ずっと笑顔ですね。ほんまに、ほんまにそう、それなんか言いたい気持ちわかる。思い出を語る時って絶対いい顔してるんで、しかも次のデートの約束もしやすい、はい、次は俺の方ね、うん、あー確かに、あー言ってほしい、うん、めっちゃいい、はい、確かに楽しそう。僕はもうこれですね。うん、珍しく短く終わりましたね。すごくいい。じゃあ次は佐藤さん、はい、お願いします。プロペラ機で伊豆大島。はい、始まりました。違う、はい、始まりました。いや、これね、見た目と字が合ってないよ。細いな、急遽ね。確かに。字ね。うん、これ、意外とみんなできるんですよ。あのプロペラ機で、そんなにお金かかりずに、
東京からわずか数十分で伊豆大島に着くんです、うん、そこには綺麗な海と伊豆大島は東京都なんですね、うん、で綺麗な海と、砂漠もあって温泉もあって、うん、もう本当に非日常、しかもプロペラ機で行くのでまさに東京の景色を上からずーっとこう空からのデートと陸からのデートも楽しめるというですね、こう非日常を一緒に楽しみたいなっていうのが、まあ、伊豆大島、しかも意外とそんなに高くないです。そうなんですよ、これ普通にね、伊豆大島の調布かどっかか、調布飛行場かどっかから飛んでて、はい、伊豆ドリーム航空かなんかから出てて、はいはい、安くで乗れるんですよ。へ、運が良ければパイロットも隣に乗れるんですね。いくらぐらいなんですか、ちなみに。本当にちょっとあの今すぐ分かんないんですけど、1人2万もしない、まあ、1万とか2万もしなかったですよ、はい、僕、島が大好きで、はい、意外と行きやすい。伊豆大島で何するか大事、何するか大事。いや本当に綺麗な砂漠広ってんですよ。綺麗な温泉もあって、はい、海もあって、はい、美味しいご飯もあって、何よりも行く過程が楽しいですよね。あ、確かに、うん、ワクワクしますよね、飛行機でプロペラ機に乗って行くってあんまないじゃないですか、うんうんうん、意外と低予算でも楽しめちゃう、うんうん、すぐ飛ぶよね空と陸なんで、ね、確かに、はい、確かに。しかも海、海もう空と陸と海も大事です。そう、けど正直これだったら僕準備頑張っちゃいますね。明日空いてるんだけどっつった時に、うん、はいはい、じゃあ伊豆大島でプロペラ機で行こうかって言った時に、はいはい、そんな準備急にってなんか、はいはい、急遽は重いかなって思っちゃう、うん、日帰りで行けるんですか。日帰りで行けるんですよ。へ、伊豆大島自体は、なんで俺ばっかり喋ってるのか分からないけど伊豆大島やたら詳しいってなってます、うん、熱海からジェット船で 2,30 分とかで行ける場所にもあるので、すごい日帰りで都内で旅行っていうのにもすごいいい場所ですよね、うん、本当に日帰りで行けるし、本当すぐ行けちゃう、非日常的な空間だと思います。さすが佐藤さんらしい、佐藤さんっぽいプログラシーっていうのがブレへんなっていう、ありがとうございます。パイロット見えてきましたもんね確かに入れたって入れたし、うん、じゃあ続いて半抜きだ、はい、お願いします。僕はもう本当すみません、またシンプルなんですけどこちらです。アウトドアに行くうわざっくりしてるな何これ、詳しくお願いします。なんかその急遽デート行くってなった時に、まあ、僕キャンプのそのグッズ一式持ってるんですけど、うん、要は2人でのなんか共同作業とかもしてみたいなってすごく思うのと、うんうんうん、あとはやっぱり都会にいるとなかなかそういう自然と触れ合うこととかってあんまないと思うんで、うんうん、僕はなんかちょっと急にアウトドアって言ったら女の子もみたいな、ちょっとドキドキするんじゃないかなと思うんで、それでまあなんだろう、ちょっとまあ男らしさも見せれるじゃないですか、はい、なんかこうちょっと自分のあこういうこともできるんだっていうところも見せても見せれるし、あとはその彼女とも一緒に何共同作業も一緒に料理だったり、うん、テント一緒に建てたりとかいろいろできるんで、まあ、そういった楽しみ方もありなんじゃないかなと思ってちょっとアウトドアに行こうかなと、うん、アナザースカイのテンションで喋らへんすごいね、ハンキ君ってなんかそうなんか、うん、確かに流行ってるしね、そうそうそう、キャンプとかグランピング、だからアウトドアでもちょっと物とかがもし準備あれだったらグランピングとか、あーいい、でも全然いいんじゃないかなと思うんで、まあそれも彼女のことをさらに知るっていうことでいいかなっていうね、はい、思いました、うん、そこでダメだよ自分の話しちゃば、大丈夫もうしないもうせん前回の最後ね、うん、ボコボコにやられてましたから、はい、って感じですね僕は、はい、楽しそう。じゃあ次シモン、むっちゃ恥ずかしい俺これ楽しみに、はいはい、日帰り仙台牛タン三昧デート、おー、3年前の話なんですけどね、はいはい、違う違う、もうね、過去のね、なんかリアルになっちゃうからあれですけど、あの僕の、まあ、彼女がというか、その一緒にデート行く子が牛タンが大好きやねんみたいな、うん、で牛タンむっちゃ食べたいねみたいな子に、明日休みやねんってお互いまあ忙しくて、明日休みやから、あじゃあ明日じゃあ何時にじゃあ東京駅集合ねとだけ言っといて、一緒に仙台に行くと、うん、で朝から出て朝昼晩帰りの新幹線でのお弁当全部牛タンばっかりで、どこの牛タンが一番美味しかったねって言いながら帰るデートをしました。楽しそう、しましたっていうね、はい、以上リアルですね、リアルですね、牛タンが楽しそう。俺ここ開けとこうかな今、そうね、もう入れてもらってねここから私が選ぶんですよね、はい、あ一個一個そのランキングつけてくれないか、全部いいけどな、あー私はそうだな、佐藤さんかな、まさかの、そう一番テンション上がりません、まあ確かに、まあまあね、確かにな、明日休みなの俺ものテンション感で、うん、じゃあそのまま飛行機乗って伊豆大島行こう、やべーって、そんな簡単に行けんの飛行機乗ってってなるしね、うんうん、ってなりますね、
アウトドアワンチャン帰れなくなる可能性ありますもんね。ちゃんと帰りますから、ね、ちゃんと大丈夫でしょ、うん、登下校のデートもいいなと思ったんですけど、うん、あの急遽じゃなくてなんかプランねってから行った方が楽しそうだなって思いました。日帰り仙台もプランねってから行った方がなんかあそこもこうでこうでこうでっていうのを、うん、そうやな、うん、投げやり投げやり帰りにねお酒飲みながら帰れるっていうのも楽しそうだなって思いました。そうですね、意外やから、うん、確かにね、うん、この中で最下位を最下位も言うの最下位決めるとしたら怖い怖いも言うの最下位かとごめんなさいアウトドアが言いたくないで理由は理由はええやろ別に なんかやっぱこれこそ準備が必要。あ、うん、そうだね。虫とか、あ、そっか、寒い暑いどっちとか、うん、そっかそっかってなって揉める可能性もあるだろうし、うん、なるほどな。これ付き合う前なんで、うん、あ、そっか、付き合う前だから、うん、なんか巻き割り、巻き割り、これ巻き割り、巻き割り、巻き割り、ザーって並んでるやつ、間違えた、うん、巻き割りの時に、うん、なんかできないってなって苛立ってこう喧嘩したりとかしたら、うん、なるほど、逃げ場がないじゃないですか、はいはい、なんか牛タンの時に喧嘩しても、うんうん、牛タンに逃げれる、じゃあ次ハラミにしようかとか言えるしね。そうそうそう、3でになってもうアウトドアもう追い込まれちゃうんで、なるほど、ストレスになる可能性が多いか、多いです、虫とかもそうだし、うん、そうですね、そっかそっか、なるほど、わかりました、まあ、アウトドアはな、好き嫌いあるから、まあそれはないわな、おい、おいおいおい、やばいもうですね、なるほど。じゃあ次は付き合って初めての誕生日プレゼント、うん、うわ、何をあげますか。これは一か八かやな、初めての誕生日プレゼントだからな。どっちが先かにもよるかも。どっちが先か、じゃ あの例えば彼氏が先にも誕生日を終えてる状態なのか、私が女の子が最初なのか、うん、どっちパターンでいきましょう今回は、うん、じゃあ女の子が最初、女の子が先パターン、はい、女の子が先パターン、あ、女の子から先もらうってこと。そうです、そうです、もらった後のこっちからのプレゼント、はい、そうです、そうです。あ、また佐藤さんとんでもないこと書くんだろうな本当に楽しみだな。難しいなこれ。嘘でもいいからフェラーリプレゼントとか書こうかな、うん、さあ書き終わりました僕は。終わりましたか。まずは加瀬部さんお願いします。はい、僕は初めての誕生日プレゼント、うん、彼女にはこちらです。今まで撮った写真のアルバムをプレゼントします。おう、あの今までその多分散々デートして、はい、デートしてあ、なんだこの空気は。いやいや聞かせてください聞かせてください僕ら何も言ってない。スタッフさんが全員クスクス笑ってただけです。すげえバカにされてる気がしますけどどんだけ金ねえんだみたいな。ですけど今まで撮った写真のアルバムをプレゼントするんですよ、うん、で後半はこの空って書いてあるんですけど、うん、この後半なんで笑ってんだろうな一番カメラマンさんが笑ってるもうみんな想像つくからね、うん、聞かせてください。想像通りかもしれないですけど、うん、後半はその空なんですよ、うん、これなんで後半ペラペラだね。いやこっからは2人でもっといっぱい来年もどんどん足していこうよ。だから今年一発目のプレゼントはこのアルバムだよっつって渡します。さすがロマンチストなんですね。ロマンチスト。そしたら先に女の子はプレゼントする側ですよね。僕が先に女の子するから相手も楽だと思うんですよ、はい、買うときに、はい、次僕の誕生日プレゼント選ぶときも、はいはいはい、だから僕はこれです。どんなものよりも思い出にはかなわないから。わかりますわかります。なるほど、すごい加瀬部さんらしい、最高です。まあこの空気はみんな想像ついてたからこの言葉が、まあ、この空気になりますわ。 それ通りでした。なるほど。でもまあ、あのブレてないというか、さすが恋愛ロマンチストというか、うん、そうですね、はい、学生に優しい。確かに最高です。じゃあ続いて佐藤さん。はい、ディオールのカバンです。やってるわ。聞いてください。聞いてるわ。あるあるある。最近ディオールのカバンには名前入れられるんですよ。あの青っぽいグレーっぽいやつ。こうピーってこうオリジナル作れます。うん、で、はい、ディオールのカバンもらって嫌がる女の子いないんですよ。写真もらって嫌がる子いるかもしれないですよ。こんな写真使わないでとか、もっと物ちょうだいとかあるじゃないですか。はい、ディオールのカバンもらっていらないって人いないです。
そうやね、街中でもなん、まあ、結構見かけるけど意外と高い、てかめっちゃ高いよね。だいたい60万ぐらいですね。今じゃない、結構持ってる人いるじゃない、モデルとかでも。みんな佐藤さんが買ってんじゃない。だからもう実体験ですよね、もうこれ。そうです、うん、実体験。ちなみに何個ぐらい買いました。だいたい、まあ、2つ。ああ、よかった。カットしていただいて。マジか。なるほど。まあでも確かにもらったら嬉しいか。嬉しい、うん、嬉しくないわけで。そんなたくさんの人に買えないですからね。そうですよね、でも名前入りですから、オリジナル、はいはいはい、転売できないです。転売、名前入ってるから、うん、相手からの誕生日とかってそれぐらい同等求めるんですか。あ、求めないです。相手からなんかあんまもらったことないかもしれない。あ、もらったこと、相手からのプレゼントもらったことない。それはどんな恋愛してるんですか。それはそれで、むっちゃ話し合ってきた。なんか話し合ってきた。続いて半野木沢さん、はい、はい、いきます。僕はこちらです。サプライズで旅行をプレゼントします。素敵素敵素敵。はい、そうですね、初めてのなんだろう誕生日プレゼントのものもいいんですけど、うん、僕は結構本当旅行が好きなんで、まあ誕生日の日にどこ行くかも知らせず、ただまあ持ち物はどっちも考えられる。で、例えば北海道でも使いそうなもの、沖縄でも、例えばじゃあ海入るんやったら水着とかも一応持ってって、ただどこかは言わないで、うん、で空港行って搭乗券渡した時に初めてどこか分かるっていう。あ、女の子ドキドキするやつが、はい、それでサプライズプレゼントかなって感じです。これもすみません、実体験でございます。うわ、でも、はい、行くときに水着もコートも全部持ってなきゃいけないんですよね。大丈夫、俺が持つから。なるほど、はい、僕が持つんで、はい。ちなみにどこ行かれたんですか。僕は北海道っすね。その時僕の地元なんですけど、北海道行ってツーリングしたりとかして、うん、まあ、スープカレーだったり美味しいのを食べるんですっていう感じです。なんかその感じで、ユニバーサルスタジオジャパンにスクール水着で行って、はいはい、怒られたのよ。そういうことですね、はいはい、それでスタッフにむちゃくちゃ怒られましたけども。最高、はい、そんな感じですかね、はい。続いてシモン君、うん、はい、ピアスです。おっていうのも身につけててほしい。俺はなんかずっとつけててくれるものがいいっていうのがあって、さすがにネックレスやったらなんかちょっと首輪っていう意味で捉えられても重いかなとか、まあ、リングやったらちょっとさすがに、まあ、初めての誕生日で指輪リングは重いかなっていうのもあり、ピアスやったら一緒にがプレゼントして2年3年5年10年経って、あ、まだ持っててくれてんねやって、ずっとなんか色褪せずに残るものがいいなっていうのでピアス。じゃあ穴開いてなかったらイヤリング。イヤリングでも、ね、耳系なんですね、はい、いいな、ちょうどいい塩梅ですね、アクセサリーの中でもかな。アクセサリーでずっとその俺も見たいやん、あ、プレゼントしたん持っててくれてるわみたいな、だからそういうのピアスっていう、シンプル。お揃いにもできるしね、うん、でもイヤリングって結構好みが分かれるから、うん、女の子自分で選びたくないですか。この柄がいいとか、うん、この重さがいいとか、すごいごっついの人は嫌じゃないですか。いや、それは分かってるし、僕が選んだことによって、いや、シモンが選んでくれたやつやからって言ってずっとつけててくれたらな、嬉しくない、うん、あ、そうです。相手に選んでもらったって嬉しいから。佐藤さん頑張ったよ。頑張ったよ。それ言うとワンチャンだってディオールのバッグも NG の人もいるかもしれないから、はいはいはい、そう、ディオール NG います。いるかもしれない、分からないんですよ、それは。そうなると思い出 NG はいないですよ。思い出 NG だから、絶対誰も共感してる。あるかもしれない、思い出 NG はないですよ。思い出 NG あるかもしれないですよ。思い出 NG はないけど、モノ NG はね、リスクありますよね。そうですね、わかります。さあ、ゆきぽよちゃん、いかがでしょうか、はい、この中でナンバーワン選んでください。全部いいけど、ディオールのカバン。結局だよ。もう勘弁してよ。ディオールのカバンだよ。欲しいもんや。ほら、ちょっともうサブ MC 変えてくれますよ。ディオールのカバンですよ。だってしかも見返り求めないって言ってんだもん。それはだってこんなよね、みんなそうですよね。それ求めないですよね。ディオールが嫌い人いないんですよ、女の子で。ゆきぽよの何がすごいって、佐藤さんの方一切見ずこのフリップ。そうそうそう。でもこのハンノキのやつ、はい、私やったことある。え、あれ、うん、マジで？彼氏にやったことあるけど、うん、なんか仕込んでる側も楽しくない？そう、楽しい楽しい、めっちゃ楽しい。プラン考えるのめっちゃ楽しい。で、それがなんだろう、濃厚であれば濃厚であるほど、うん、あ、こんなこと考えてくれた、こんなにも考えてくれたんだ、ありがとうって言ってもらえた時が一番嬉しいし、うん、そう、その旅行の計画立ててる時がめちゃくちゃ楽しい。行く経験あるんや。その時ちなみにどこに？私、宮古島に連れて行きました。最高だね、真逆だな。
宮古島に行って、うん、本当は北海道行くからって嘘ついてて、うん、ダウンとか着て、うん、行くよって言ってたんですけど、うん、こうアルバムを作ってて私あれ、うん、アルバムあれあれあれかぶってますね、かぶってますね、思い出、思い出系、かぶってますね、かぶってますね、アルバム作ってて、なんか今まで付き合ってきてこうだったねっていうアルバムを作って、うんはい、最後のページに旅のしおりって書いといて、宮古島に行くよって書いて、うんうん、北海道って言ってたのは嘘で、宮古島ですって言って、南国だって言って行きました。なるほどね、嬉しいかも。これだけ聞いてたらよかったけど、ハンノキ君と和部さんのもう地獄のコラボレーションみたいな。めちゃくちゃハンノキプラス和部イコールやばい。ちなみにどうでしょう、まあ C って言うなら一番ないなと思ったやつを。一番ないなって思ったのは、うん、本当に自分で言うのも嫌だけど、うん、アルバムかな。なんでなんでなんで、え、アルバムだけなのか、はいはいはい、プラスアルファなのか。プラス僕花束。ずるいわそれ。花束つけてるやん、うん、あとディオールのカバン。絶対無理や無理やろ。ディオールのカバン買うやつアルバム渡ったらいいんだよ。あと後半はからの意味がわからない。だからこっからいっぱい埋めてこうよってことです。え、なんか埋めてきてよって感じ。初めてですもん。それ以上あるんだけど、いっぱい写真はあるわけじゃないですか。いっぱい写真ある、うんうん、そう。で、そっから多分プラス一冊でこれから埋めてこうぜとかの方が粋でかっこいいなと思います。もう一冊買ってるとは話が別だったんですね。なるほど、面白い、勉強になりますね。いやいや、どこで活かすんですか。西本くんのピアスは、はい、なんかリアルすぎて、なんかリアルすぎて、めっちゃ笑ってたの、俺もこっち向いて。なるほどね。リアルすぎて、なんかいいなって感じ。いやいや、無理せんといて、もう。ピアス、あかんか。ピアス、でも嬉しいですよね。毎日つけてくれてますか。毎日、え、俺はネックレスをもらったのよ。俺は未だにそう、ずっと今これつけてるネックレス。6年ぐらい前にもらって、ずっと形がちょっと微妙だねみたいな言われたこともあるけど、あ、でもこれ彼女にもらったやつだからってずっと言って、ずっと素敵。だからそう、なんかもらうっていいよね。だからリアルだとやっぱこっちがいいなって。まあなるほどね、ピアスとか欲しい、うん、ピアスとかネックレスとか。いや、もっとリアルやで、こっち。リアルもぜひ。リアルのカバン欲しいな。リアル、リアル、そこかい。リアル、リアル、雪って言います。金雪。あー、そうか、勝てへんか、じゃあディオールのカバンには。勝てないな。ちょっと悔しい、俺も1個今のところだって2連勝っすよね。2連勝ですね、これは。そう、やばいな、はい、これは。じゃあ次いきます。はい、デート中に彼女と喧嘩、うん、さあ、どうする。うわ、むずむずこれはお金が勝負できない気がします。勝負してきてもいいと思いますけど、これ男の器だな。私もこれリアルで答えよう。こういう彼がいいっていう感じで。これ被りそうな気がするな。でも確かにあんまりその種類が多くない気がする。うん、確かに、まあ、佐藤さんとは多分被らんと思う。うん。ここでもまた物出てきたらすごいからね。すごいよ、うん、え、ハリー・ウィンストン行くみたいな。さっき言うたらあかんって。佐藤さんにね、こっちがやってんだからね。じゃあちょっと佐藤さんからいきますか。佐藤さんからお願いします。ここで物じゃなくて、お、ここでピアノを弾いて演じてやったりして。いやいや、え、嘘でしょ。西アナズのピアノバーとか行ってね。出たよ、また港区喧嘩中ですよね。はい、うん、これでも音楽ってゆきぽよさんも会いたい会えないとか歌を歌ってらっしゃいますよね。わ、ありがとうございます、はい、音楽って人を幸せにする力があるんですよ、はい、なんかどんなに怒ってる時でも自分でピアノ弾いて歌えば嫌な気持ちって飛ぶんですよね、はい、喧嘩してる時に、あの、私も弁護士やってるんでいろんな離婚見てきたんですけど、うん、話し合えば話し合うほどどんどん喧嘩していくんですよ、うん、ここもムカつく、ここもムカつく。やっぱ実は話し合いしない方がよくて、音楽して歌う、そういった楽しい経験をすることで喧嘩する原因を忘れるっていうのはすごく大事なんですよね。ちなみに何を歌うんですか、うん、これはあの津波とか。いや、そこでちょっと、そこで X ジャパンとか来たらめっちゃおもろかったですけどね。 X ジャパンね、X ジャパンね、いきなり気持ち津波が出てきちゃったんで今。なるほど、はい、でもこれ音楽を歌うことがすごいみんなをハッピーにする。なんかごめんなさい、すぐお金で解決するかと思って。みんな期待してたから。すぐお金ね。え、ちょっと僕質問いいですか、はい、ちなみにそのピアノを弾くっていうそこまでの流れってどうなるんですか。そうなんですよ、とりあえずそこじゃないですか結局。とりあえず、はい、喧嘩した理由から聞かせてもらっていいですか。え、喧嘩した理由、はい、喧嘩した理由なんで、あの、あ、経験談で、経験談ですか、うん、
まあ、喧嘩した理由はですね、こうなんかこうやっぱいろいろ思いやりがないとか、やっぱそういうのがありますよね。なんでそんな仕事忙しいのとか、なんでそんな会ってくんないのとか、なんでそんなシャンパン飲んでんのとか、なんでそんなピアノとか飲んでんのみたいなこと言われた時に、一緒にちょっとピアノバー行こうよって言って、ピアノを自分で弾けるバーがあるんですね。そこでこう一緒にこうピアノを弾くと。そういうのがですね、やっぱりこうそれでこう仲直りするっていうのがいっぱいありましたね。なんかでも素敵、ロマンチックですね。いやでも素敵です。なんかブレないよね。ブレない。結構ピアノ得意なんですか？ピアノはい、ま、あの好きな曲言っていただければ何でも。すごい。モノマネ芸人がやるやつすごい。ピアノの近くでしか喧嘩できないってことですよね。そうですね、もうすぐピアノ見つけなきゃ確かに大体の六本木なたりにいるので西麻布西麻布港界隈にね、はい、港界隈にいるんで大丈夫です、うん、船の上で喧嘩しちゃまずいですね。それはもうちょっとピアノやらないさあそれでは続いては続いてはじゃあ加瀬部さん、はい、お願いします。僕はもう電途中喧嘩になったらこちらです。もうトイレ行ってくるわっつって鼻をかんでくる。ああなるほど。そこはちょっと一瞬サプライズも入れるというか、うん、でトイレ行ってる間にちょっとお互いも冷静になって、はいはいはい、でデート中やっぱ一番喧嘩ってもう最悪じゃないですか、うん、で大概喧嘩ってどっちも悪いんで、うん、もうとりあえずここは僕が謝っといて、うん、でごめんこれさっきのでけどなんかこの花買ってきたんだけど、うん、なんかこの花なんかイライラしてるお前のこと嫌いだってさとかなんか言って、うん、でなんか見したりとかして、うん、なんかまたニヤニヤ聞こえんなで僕だったら僕お花屋さんでバイトしてるんですよ。それこそ素敵、なんでお花とか結構好きなんで、はいはい、まあ、喧嘩中とかだったらそれこそなんかガーベラとか一本買ってきて、はいはい、これ花言葉希望って言うんだとかって言って、うん、で二人の未来にもっと希望を持とうよとかって言って、うん、花を買ってきます。終わりですあちょっと俺出していい、うんうん、お願いします。俺ちょっともう和部さんとも似てます。一旦解散して30分後合流、彼女の喜ぶものを買っていくっていう、はい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 、みんな本当にそれぞれ被るかなと思いましたけど、あーあーでもいいかもかな。一旦離れるって大事ですよね、うん、一旦落ち着いて、はい、うん、リセットさせて、はい、まあ、物で釣るわけじゃないですけど、はい、なんかちょっとこれ好きでしょみたいな、プチなんかケーキでもいいし、うん、いいですね、なんか確かに私のこと考えてきてくれてたんだな、はい、この30分の間にって思えるから、うん、でごめんなって謝る。じゃあ反応木澤さん、はい、お願いします。私はこちらですね。まあ、ちょっと皆さんの重複するところも多々あるんですけど、うん、まずはまあそのさっき言ったように喧嘩はまあねどっちにもあの日は多分あると思うんですけど、やっぱそこは男がまずは素直に自分が謝るということをした後に、まあ先ほど話し合いはダメとは言ったんですけど、とはいえやっぱりしっかり話し合いはした方がいいかなと向き合うってことも大事だと思うんで、ただ時間は短めに、うん、もう本当にあまりずるずる引っ張らないで短めに話して彼女のことをしっかり聞くっていうね、喋、うん、るんじゃないですよ自分のことから、はい、いやあんた俺じゃない先は言われたから短めに、しっかり聞くってことを中心にして、はい、話が終わったら彼女のしたいことをしてあげるっていう、そっからだから本来はプランはあったかもしれないですけど、やっぱり今その気分じゃないってなる可能性もあるんで、僕は物をあげるっていうよりはどちらかというとしたいことじゃしようよっていう形で急遽変更しても全然いいのかなっていうふうに思ってます。まだなんかちゃうね、はい、ま、なんか人それぞれですね。人それぞれやな、うん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 、でもけど自分から謝るって大事なんですね、うん、結局。まあ、僕の経験則で言うと絶対にこれ俺悪くないだろうって思ったことでも、やっぱりなんか男ってなんか理屈っぽいじゃないですか。確かに論理的には絶対確かにって第三者が見ても女の子が悪いよねってなったとしても、女の子ってやっぱその感情だと思うんで、そこをやっぱりこう沈下するにはやっぱり自分からもやっぱ謝った方がいいかな。なるほど。どんな風に謝りますか？テンションとか言い方ちょっと謝ってみてください。ちょっと待って、何それ変な性癖とかじゃないの？謝ってみてください。謝らせたい。この謝る芝居、謝らせたい。謝ればいいんでしょ。ああごめんね、ごめんね、はい、じゃない。どんなパターンかね、どんなパターンがあるか、ハンドキザマの、うん、いや俺だったら、いや本当にさっき喧嘩して怒らせちゃってごめんねっていう感じ。何これ何これそんな変なこと言ってますよね。
何これすごいちゃんと謝ってる。いや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 ちゃんと、ね、ちゃんと謝ってる。よかったそっちタイプで。いやいやそっちタイプですよ。逆にどのタイプや思ったの。だからなんか、うん、日数が経ってくださいもう分かったごめんな、ね、うんすっごいごめん、うん、でなられちゃんと女の子はそこでまた、ね、またそうやってごめんって言えばいいと思って、そうだよね、火に油注ぐ感じになっちゃうね。いや僕は本当にさっきのパターンですかね。はい、じゃあちょっとこの中で私が選ぶとしたら、うん、そうですね、加瀬部さんとシモン君のこれがやっぱり一番なんかフフって笑えるしすぐ仲直りできるなって思いました。無難に嬉しい、いい、なんか自分のことを考えて買ってきてくれたんだなって感じるし、うん、はいはい、ただ、はい、加瀬部さんの余計な一言はいらないかもしれない。あのガーベラで花言葉は希望だよとか、この花イライラしてる君は嫌いだってさとかうるせーってじゃあそれ一切言いません。それはいらないかなって、はい、確かに喧嘩してる時にそれ言われたらそうはーってじゃあ花もいらないよってなっちゃうかもしれないから一番ないのは、うん、そうだな、ハンノキかな。おい何回今日再開するまでで映画にせよ。まずはそのに、うん、最後の変わんないよ、そんなそこまで。最後の彼女のしたいことをするが投げやりで嫌。ええええ、あそういや、そういう気持ちじゃないよ。本当活字って嫌い。違う、日本語むずい。なんか、うん、なんか例えばだけど、うん、だったな、じゃあもしユキとお付き合いしてるとしたら、うんうん、ユキほらもうお酒飲むの好きじゃん、もうバー行こうとか、うん、はいはい、じゃあもう自分からやった方がいいってこと。そう、自分、はい、ハンノキ発信でやってほしいの。あーそっか、自分から引っ張ってきた方がいいってことね。話し合い、そう、でもこういうテンションで行ったとしたらどうすんの。いやだからあの今日本当は動物園行く予定だったけど、うん、ユキこれから何かしたいことあるっていう聞き方はどうやこれ。じゃあ動物園行こう。なんかごめんなさい。なんか確かにだから相手のことを考えてくれてる時間が嬉しいってことですよね、うん、そうですそうですそうです。うーんなるほどね、そっかそっか、再会慣れしてきたわ本当に。佐藤さんは、うん、なんか独特ですね。いやでも本当音楽聴かずいないですから、うん、確かに確かになんかこれ経験ないもんな、うん、でも会いたい会えない弾きます。いいですいいです火に油注ぐだけな感じ。でもいつも弾いてるやつにやられてもあれやもんな。確かに実はみたいな弾いてるうちに一緒に女の子にも歌ってもらうんですね、デート中に。いやだ怒ってるんだ。喧嘩中ですよね、はい、喧嘩歌えばハッピーになるんです、はい、歌いましょう。津波歌うんですか。はい、なるほど。いや会いたい会いなに変えました。いやですよ。はい、ありがとうございました。じゃあ続いてのトークテーマは、はい、デート中の支払い方法のスマートなやり方は、はい、何これペイペイとか答えんの、うん、例えばだからかペイペイとかじゃなくて、うん、あなるほどなるほどね。そう支払いこれ私の理想ですよ、あるあるですけど、はい、私の理想としてはあちょっとトイレ行ってくるって言ってる間にお支払い済んでて、はい、じゃあ行こっかって言って出た時に、うん、あれお支払いはってなって、あもう出してあるよさすがみたいな、うん、はいはい、はい、なるほどっていう感じのスマートな方法をお考えいただきたいです、はい、今のがだってもう例文ですもんね。今のは例文ですね。じゃあ本日ラストのテーマです、はい、デート中の支払い法のスマートな方法は、うん、じゃあ1人目まずは加瀬部さんから、はい、お願いします。僕はこちらです。お会計金額一桁じゃんけんです。何それ僕絶対盛り上がるんですけど、うん、例えば居酒屋さん行って飲み代が4563円でしたってなるじゃないですか、はい、うんうんうん、そしたらもう僕は正直ごめんなさい、あのトイレ行ってる間におごったりとかできないので、うん、もう4563円分かったら、うん、まずじゃあ一桁目の3円じゃんけんしようっつって、うん、勝った負けた方がこの3円を払うんですよ、はいはいはい、じゃあ次60円の60円誰が払うって、はい、じゃんけんどんで3回目がどっちだから、ね、で最後の4000円めっちゃ盛り上がるじゃないですか。でここで出してもらった時、この4000円は正直僕わざと負けたりもします、うん、ここで出してもらった時になんか向こうも悪気もないしなんか悪い気もしないし、うん、なんかお会計って一番なんか変な感じになるから、うんうん、ここをゲームにしたい。でこのクイズも買ってのは例えば僕が見てる状態で4563円だとしたら、うん、じゃあ一桁いくらだと思う、ストップっつって、うん、1、2、
みたいな感じで外れたら、うん、じゃあ払ってねとか、うん、逆もできますけど、うん、ゲームとじゃんけん楽しそう楽しそう、これ友達ともやりたい普通に、はい、そうです、これ盛り上がるんですよ。でも負けたら1万円5万円払わなきゃいけないんですよ。いやそうや、万のくらい払う払う10万ですよ。払う払う払う、もうそこは負けたんだから、うん、潔く払うけど、うん、もしその大きい額を女の子が負けちゃったとするじゃないですか、はい、どうしますか。そしたらもう一回やろうかっつって負けるまで僕やりますね。それは好感度ありますよね。それは好感度ありますよね。さすがに、まあ、5万とか出せないですけど、うんうん、僕が行くところなんて大体5000円くらいなんで、うんうん、はい、5000円くらいで女の子が5000円で負けちゃったとしてももう一回やろう、ごめん今俺後出ししちゃったわとか、うん、なんか嘘ついて、なんか、うんうん、じゃあ最後だけあっち向いてほいねとか、なんか、うん、じゃんけんで負けた瞬間に嘘ついて、うん、なんか適当にゲーム作ってやるってのが僕は楽しいかなと思う。なんか気持ちよくて楽しい、うん、確かに。じゃあ続いて佐藤さん、はい、佐藤さんはスマートやってるやろな。スマートでしょ、そこは。入店前にお金をお店に渡しておく。カードごと渡してるじゃん。で後日取りに来るんですかね。取りに来ないです。取りに来ない。先にお店を、お店に例えばじゃあ今日10万円でお願いねってもう言っとくんですよ。めっちゃそういうとこだから、ね、でもうこう5万円で用意してねって言っとくんですよ、はい、であとはもうその5万円の範囲内でお酒もしてくれるし、うん、でお釣りとかいらないです。あの5万円の範囲で出してくれると、だいたいお店に行くとだいたいお寿司屋さんとか、うんうん、お店のレベルでこの店だいたいいくらぐらいかなって分かるじゃないですか、うん、だから先にそのお店にこうちょっと多めに渡しておけばやば、あのお会計という行為がそもそも発生しないんですね、うんはい、そもそもお会計をしないと。大体このまあカードだとあの暗証番号打ったりしなきゃいけないので、先に大体こうお金を渡しておくっていうのが多いですね。5万円とか10万円とか。いやー知らなかった、そういう方法があるって。できるんだ。できるんです、これお寿司屋さんとか結構できますよ。店側としても嬉しいですしね、ちょっとなんか、はい、逆にだからあのワインとかも値段ないのが多いじゃないですか、はい、だから逆に渡しとけばじゃあこれぐらいのワインを出そうって向こうがお店側が自由に選んでくれると、うん、ネタとかもですね、はい、それで足りなかったことはないんですか。足りなかったことはないですね。あじゃあいいですね。やってくれるってことですか、まあ、よっぽど女の子がシャンパン入れちゃったとかだと、はい、後で足んないですって聞くんですけど、あとあと呼ばれたら地獄ですよね。地獄ですね。お金の暴力がすごいな、ね、いやすごいわ、万振りしてるわ、万振り。先にこう渡しとくというのがもう会計をしないっていうのが、うん、でも女の子的にいつやったのみたいな、はいはい、トイレに行く手間もないです、先に渡しとくので。じゃあ続いて半の木澤さん、いやもう取りに行きますよ最後ぐらいは、はい行きます、はいこちらです。ちょっとトイレ行ってくるって言ってその間にお会計済ませて帰ってきたらさすがって言われたから、何言われたの、私じゃん。いやさっきねさっき言ってくれたから例文言ってくれたまんまやほう、例文じゃん、例文じゃん、例文じゃん、ダメやからもう最後やから、そう例文じゃん。はい、どうぞ次続いていきますよ。はい、次どうぞ。ちょっとリアやけど、もう似てます、はい、相手がトイレ行ってる間に支払う、ただその時に済ませといたよじゃなくて彼女の手を引っ張ってブワーって店から走って出ていく、あで、え、え、支払えば支払えばって言われた時に、うん、食い逃げ食い逃げって言って走っていく。なるほど、不安です不安です。不安です、ね、不安不安不安、あと捕まるんじゃないかって言うよ、嘘嘘払っといたって言うけど、うん、ブワーって店からそのスリルというか、あ楽しい、その店の個室からもう靴履くとこまでブワー走って出ていく一緒に。えもう店員さんもちょっとなんかね微笑ましく見てるよね、はい、情報共有してない店員さん追いかけてくるんだよ、おいみたいな、全員行きますよ、ね、ですね、うん、俺ちょっとハンドギズム映ってきたから好き、はい、この中で一番いいのだけど全部良かったんですけどね、そうでしょ、うん、絶対取れるからこれ例文だ、うん、絶対取れるもん例文、絶対取れるから、これは新しいっていうのは、うん、加瀬部さんかな、そうやわな、あ、俺もいいなと思った、めちゃくちゃ面白かった。これはもう彼女だけじゃなくて友達ともどこでも通用する、使えますよね、うんうん、ぜひこれやってほしいです、ですね、はい、うんうん、一番ないのはハヌキ、なんでだよだってユギが言ったやつじゃん、なんでだよ名文ですからね、名文だからね、しかもあの言われたいって言ってるからね、言われたい願望になってますから、もう強いていいところは字が綺麗、いやすみませんね、うん、すごい字が綺麗、字綺麗、はい、ありがとうございます。シモン君もいいな、うん、これやられてみたい、いや不安だよ、不安だけどその後安心してもうなんだよっていうそのイチャイチャしたんですね、これはね多分一生されることないだろうなと思います、佐藤さんのは。佐藤さんぜひ皆さん試してみてください、これ事前に作り込んでおくとかもありますんで、いや大きいですレベチですよ、すごいわ、結構あの電話でお店に振り込み先を教えてって言うと教えてくれるんですよ、事前に振り込んでおくっていうのもあります、それも佐藤さんぐらいの実績があるからなんじゃないですか、
いや皆さんぜひ試しにやってみてください。事前に振り込みできますか。絶対できないですよ、カズレ。鼻の前とか電話して。違うけど。大衆居酒屋ではできない。びっくりされ。変な客って思われますよ。ということで今回は皆さんでデートについてトークしました。まあ、皆さんの多分結構デートの参考になったこと多いと思う、はい、いや、絶対勉強になる、ね、特に佐藤さんのとか知らないことたくさん知れたからよかった、はい、ありがとうございます、うんうん、今回の恋ラボはここまでとなります。また次回もお楽しみに。さよなら。バイバイ。